私立水田市民病院は大阪府水田市にある医療機関である。地方独立行政法人私立水田市民病院が開設する病院である。臨床研修認定病院や大阪府がん診療拠点病院などの指定を受けている。病院の基本理念は市民と共に心ある医療を平成30年12月に JR 岸べき北側へ新築移転。 整形外科と自備咽喉科は紹介制、脳神経内科と精神科、診療内科は予約制。この不死は医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。この不死は医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。大阪府医療機関情報システム、大阪府健康医療部保健医療室、 保健医療企画課。2020年8月19日閲覧。大阪府救急国示医療機関一覧。PDF ファイル。156キロバイト。大阪府健康医療部保健医療室医療対策課。救急災害医療グループ。2020年8月19日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。 2020年8月19日閲覧。患者7000人の個人情報、HP に誤って公開すいた市民病院。朝日新聞2019年8月27日17時59分。2020年8月15日閲覧。ありがとうございます。